あれ？どうして私ここに？あ、いたったことは。今日は水曜日？こうしちゃいられません。しましたよ。まあ自分でやりますけど。たずさんですね。それでも資材はありますし、ちょっと壊れちゃってますけど。なんでしょう。原稿お願いしませんでした？放送台本です。締め切りは日曜日。それならいいです。私も覚えてないです。そういうことになりますね。改めてお願いします。群青学院放送部初回放送の台本書き。
しましょう。でもアンテナは一人で組み立てたいんです。まさかこのアンテナはお酒を酌み交わした中ですから。酒なんて飲んだら停額ですよ。どんなことが起きても変わらないルールはありますよ。私はそれに縛られてますから、心配するようなことは何も。作業してたら危ないところでした。あ、いいんです、これは私の仕事ですから。ペケ君は原稿をお願いします。やっぱり意地になってるんでしょうか。くじけても仕方ありません。いつだってマイナスからじゃないですか。アンテナ職人の朝は早い。夜も明けきらのうちから屋上に出てアンテナ作りに勤しむ。まあ好きでやってることですから。してません、ちょっとしか。はい、天皇の歌姫山野辺美希です。正直ネタの劣化が激しいです。
もうかけたんですか？すごいです。偉いです。そういうのって自分で言うものでしょうか？玉子を拝見します。嫌われちゃいました。ペケ君、もうすぐお昼ですよ。はて、何の業界でしょう。ともあれ、いろいろとありがとうございます。ペケ君にはいくら感謝してもし足りないです。桐原さんも来てくれたんですね。無理やり連れてこられた。生き返らないで永遠に死ね。相変わらず楽しいですね。山野辺さんに桜さんも。せっかくだから見学に。私はミキの付き添いです。あれ、まだやってないの？トモキ。様子を見に来ただけ。そう照れるな。友情は見返りを求めないって関係ないし。求める。求めないよ。懐かしいです。これで長谷倉さんがいれば。見当たりませんが。
実はですね、できてない。なんだ、残念。こんな大ごとになるとは思わなくて頑張ってみたんですけど。んなことだろうと思ったよ。一人で抱え込んで結局自爆じゃないか。心配して朝見に来たくせに。あれはそんなんじゃないって。急にみんな迷惑なんじゃ。ここまで来て何もしない方が迷惑だよ。何でもいいから早く終わらせて。じゃあペケ君お願いします。原稿も用意してあるんですよね。何を喋るのか。はあ、そんなの無理無理です。こちらは群青学院放送部です。こちら群青学院放送部です。ただいま初回放送のリハーサル中です。どうしましょう。もう話すことなくなりました。ですから、この放送局のことを話します。本来ならですね、今日ちゃんと放送する予定だったのです。でもダメでした。みんなに手伝ってもらえば完成したかもしれません。けど私はそうしませんでした。壊れてどうしようもなくなったアンテナを直したかったんです。私だけの力で。このアンテナは私です。作っている途中で捨てられて、誰からも見向きもされなくなって、直そうとしてもどんどん壊れてしまって、結局壊れたままで放送できないです。私の逃げ場所でした。嫌なことを忘れられる場所。作業に夢中になれば考えずに済むから、ずっとそうしてきました。でももしかしたら壊れたアンテナも直せるかもしれない。電波を飛ばせば誰かに声を伝えられるかもしれない。そんな風に思ったら少し楽しくなって、夢中になって。けどそれは夢中になってたんじゃなくて、きっと逃げてたんです。
ケケ君の行為や、みんなと向き合うことから逃げていたんです。誰かに声を伝えようとしたのに、私は意地になって、一番近くにいるみんなに伝えることもできなくて、ようやく今伝えることができました。アンテナも設備も準備できなくて、どこにも届かない放送ですけど、みんなに届けることができました。ありがとう、みんな。それで、あの、時間があるときでいいので、よかったらみんなも手伝ってください。アンテナを直して、設備を整えて、来週の日曜日こそきちんと放送したいです。以上で群青学院放送部初回放送のリハーサルを終わります。ではまた来週。来週はペケ君がやってください。私は二度とやりません。